今から武将なんつうのこれ、デビル、デビル、デビルが映ります。悪そう。ちょっと凝ってる。でも頭を窮屈そうなんでそれ。どうかな。あと5枚。1、2、見てんじゃねえよ、見てんじゃねえよ。いや、いいんじゃない、そのぐらいの方が。音出ます。PV 撮影お疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあスクリューに撮影終わった感想を一人ずつ聞きたいと思います。あ、司会の方ですか。こんな精度があったのに。あ、ナイス精度だね。確かに喋りやすい。喋りやすい。ジャケットを着てらっしゃる。じゃあ俺から言っていくね、はい、過去最長最短ぐらいな撮影だったんですよ。僕はというかこの撮影自体がいつもの PV 撮影だったら絶対こう押していくんだけど、今日の押しは本当20、30分ぐらいでいけちゃったな。ただね、その分でもしっかり撮れてるからだから早かったのかなって思うような感じでした。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ丸山くん。そうですね、 PV 今終わったところですがね、ちょっと今までになりそうな
バチバチみたいな。バチバチ。バチバチ。モンタージュかね。ね、なんかちょっとね、ゲストっぽい人がいたり、ゲストがいるみたいな。かわいいね。かわいいね。まあそれは何回も見てくれ。見たい。とりあえずお疲れ様でした。楽しかったです。うん。じゃあ、ゆうとくん。そうですね、やっぱサクッとできたんで、スタジオ集中できて、よかったです。以上です。はい。じゃあ、ジング。はい。そうですね、今回エキストラのチャイルドさんがいらっしゃって、ね、あれ、エキストラの方、そうだっす。はい、なんかね、メンバー全員子供好きなんで、そこら辺のテンションが上がりつつも、ちゃんと世界観を出して、ね、頑張っちゃったね。はい、という感じでございます。はい。じゃあ、最後に。そうですね、この黒い涙が何を表してるかっていうのを、期待して待ってみてくれていいかな。待つ、まあ、これ何なのかっていうのをね、それをね。そこいらないからです。大丈夫。まあね、そんな感じで、まあ、無事撮り終わりまして、完成を待っているところですね。そうです。どうなるのか楽しみだ。楽しみですね。うん、まあ、そんな感じでしょうか。うん、じゃあ最後にモラブくん。はい。今年の意気込みを。今年の今年も今年の意気込みを。最後の方だけど、はい、最後までぶっ飛ばして、はい、もう今年で燃え尽きちゃおうかな。来年どうすんの？来年はね、灰になって、うん、灰になってまで頑張りたいです。あ、そうなんだ。はい、じゃあ頑張りましょうね。はい、はい、じゃあそんな感じでまた。